ホスローのイーワーンクテシホンはイラクにある古代都市の遺跡。バグダードの南東、チグリス川東岸に位置する。紀元前一世紀頃にこの地域一帯を支配したパルティア王国によって建造され、その首都として栄えた。古代より豊かな土壌で知られたメソポタミアの中心として、また東西交易の重要な中継地としての役割を担い。 パルティア滅亡後にサーサーンアサペルシアの時代になっても、首都が置かれて、政治と経済の中心地であり続けた。イスラム支配機に破壊され、廃墟となった。砂漠地帯に多い非防止連話や、ローマの水道橋などに見られるアーチを組む技術など、まさに東西の交易の中心地らしい遺跡が数多く残っている。チグリス川を挟んで対岸にあったセレウキアと合わせて、 クテシフォンセレウキアなどとも称する。クテシフォンの名は古代ギリシア語のタウイータシグマイオタファイニューに由来する。クティサイフンはギリシア語化された発音であり、トスフォン、またはタシーズベンという発音を復元音とする説がある。中期ペルシア語山二教文書、ソグド語で記載されたキリスト教文書では、タイスポン、ティセフォエンと記載され、近世ペルシア語では、と表記される。 シリア語では、キューティーセフォエンと記載された。アッパース朝以降のアラビア語資料では、または、と表記され、さらに、都市の複数形である、アルマダーイン、ある、マダーインとも呼ばれた。アルメニア語資料では、ティズバーンと表記された。クテシフォンが登場する最初の資料は、旧約聖書、エズラ機であり、キャスフィア、キャスフィアと表記された。 クテシフォンセレウキアの全体図セレウコス一世によって、セレウコス朝、シリアが起こされると、セレウキアとアンティオキアが首都に定められた。しかし、セレウコス朝の支配網は極めて荒く、様々な独立勢力が国内に跋扈していた。その一つ、アルケサスアサパルティアは、ミトラダテス一世の統治により、勢力を拡大し、メソポタミアを占領。セレウキアは、 無欠で降伏した。これによりアルサケス朝の威信は高まり、エリマイス王国などが標準の意を示した。それと同時に、セレウコス朝の県政は、急速に衰え、シリアの弱小勢力に転落する。その後、アルサケス朝は、セレウキアの対岸に新首都クテシフォンを建設した。アルサケス朝が直接支配した地域は、クテシフォンとコチである。 イラン高原東北部を結ぶラインであった。そのため、その他の地域には、スーレーン家のようなパルティア貴族やキリシア人都市など、様々な独立勢力が暴行しており、クテシフォンを中心とした、中央集権とはほど遠いものであった。また、パルティア人はもともと有望区民であったため、君主がクテシフォンに常駐したわけではないようである。クテシフォンは、ローマ帝国が東方を征服する時の、 軍事的な目標となった。クテシフォンは、ローマ帝国により5回占領されたが、そのうち3回は、紀元2世紀のことである。ローマ皇帝トライアヌスは116年にクテシフォンを占領したが、ユダヤ人の反乱が勃発したこともあり、その後継者ハドリアヌスはパルティアに返還した。この時のパルティア政府機能がどこにあったのかは、不明である。 ローマの将軍アウィディウス・カシウスは164年、タイ・パルティア戦争の間に、クテシフォンを占領したが、和平により放棄した。197年、ローマ皇帝セプティミウス・セヴェルスは、クテシフォンを略奪し、数千人の住人を連れ去って、奴隷とした。224年、サーサーアン・アサ・ペルシアのアルダシール一世が、アルサケス・アサからクテシフォンを占領。これから数年以内に、 旧パルティア領内にあった多くの勢力がサーサーン、朝に征服された。226年には、クテシフォンで、アルダシール一世の戴冠式が行われ、中央集権的な支配体制が構築された。そして首都重要性の高かった、メソポタミアの中枢であるクテシフォンに移した。なお、 その後のサーサーン長君氏は、一族発祥の地であるスタフルで、体冠式を挙げるようになるくて資本はもともと、セム系が多く、キリスト教、ユダヤ教、マンダ教、グノーシス主義などが流行しており、サーサーン家が信仰するゾロアスター教は、少数派であった。そこで、アルダシール一世の後継者シャープール一世は、ユダヤ教指導者や信仰宗教の教祖様にを応急に、招くなど、 寛容な宗教政策をとった。このため、マニ教本部もクテシフォンに置かれていたが、ゾロアスター教神官カルティールによる迫害が始まると3世紀末にバビロンへ移転した。サーサーン・朝とローマの間でもクテシフォンは軽装地となった。295年、ローマ皇帝ガレリウスはクテシフォンの近くでペルシアに敗北した。 屈辱を晴らすためガレリウスは1年後に舞い戻り、戦争に対象して4度目の占領を行った。ガレリウスはアルメニアと引き換えにクテシフォンをナルセ一世に返還した。このようにサーサーアンアサはローマと対立していたため、ローマで迫害されていたキリスト教には好意的であった。4世紀にはセレウキアクテシフォンにプッシュ教座が設けられ、 初代不主教にバルアカイが就任した。しかし、ミラの直例によって、ローマ帝国でキリスト教が公認されると、今度はサーサーアン朝でもキリスト教迫害が始まり、セレウキアクテシフォン不主教からも殉教者を出した。しかし、ヤズドギルド一世の代になると、キリスト教徒との融和が図られ、410年にセレウキアクテシフォンで公会議が開かれた。これにより、 セレウキア・クテシフォンを中心としたサーサーン朝における六大教会が整備された。しかしアズドミルド一世は不信死を遂げ、420年頃から再びキリスト教迫害が行われた。クテシフォンの不主教がローマで異端宣告されたネストリウス派に移ると、サーサーン朝の態度は軟化し、484年頃に迫害は停止された。そして、 セレウキアクテシフォンの不主教は、東方宗主教に昇格、ローマとは異なる、独自のキリスト教の中心地となった。バハラーム5世からは、大冠式をスタフルで行い、クテシフォンに戻る体制が改められ、クテシフォンで大冠した後、元クへ巡礼するようになった627年、ニネベの戦いでサーサーアンアサに勝利した東。 ローマ皇帝ヘラクレオスが、サーサーン朝の首都であるクテシフォンを包囲したが、和平を結んで引き上げた。637年、聖党カリフーマルの時代に、アラブ諸部族からなる、ムスリム軍による対サーサーアンアサとの戦争はついに、イラクにまで及び、イラク地方に侵攻したサードブンアビーワッカースが、率いる部隊は、サーサーン朝最後の君主ヤズデニルド三世が派遣した。 総司令官ロスタムキカのサーサン長軍に対し、カーディシーやの戦いにおいて勝利した。サード率いるムスリム軍は、チグチス東岸の諸都市を次々に征服し、クテシフォン近郊まで迫ったため、これによって、ヤズゲキルド三世は北東にあったフルワーンまで逃亡した。アッパース朝時代の記録よると、この都市は、飢餓と悪役に見舞われ防衛戦力の低下に悩まされていたが、 クテシフォンの守備軍は土地グリス側にかかるすべての船橋を落として、ムスリム軍の侵攻を防ぎ攻戦した。しかし、ムスリム軍は人馬共に水流に乗って渡過する作戦に出た。クテシフォンの各地区はムスリム軍に対しておのおの攻戦しあるいは基準したが、ついにはクテシフォンの全地区は陥落した。征服によってクテシフォンの人口が減ることはなかったが、政治的。 経済的な中心地ではなくなった。8世紀に、ンとバグダードの建築資材を確保するため、アッバース町によってクテシフォンは破壊された。都市は急速に衰え、やがてゴーストタウンとなってしまう。地よ人よ物語に現れる都市、イスバニルはクテシフォンを元にしていると考えられる。1915年11月、クテシフォンの遺跡は、 第一次世界大戦の戦場となった。オスマン帝国軍がバグダードを奪おうとした、イギリス軍の部隊を撃破し、40マイル交代させて、降伏させた。ありがとうございます。